2011年に開通した九州新幹線、すでに乗られた方も多いのではないでしょうか。今回は開通とともにできた新駅、九州新幹線新大牟田駅から行くとびっきりの旅、ご紹介します。九州新幹線で行く大牟田観光。あっという間に新大牟田駅へ到着したようですよ。それでは大牟田観光に出発。まず最初に訪れたのは三池かるた歴史資料館です。日本のかるたはポルトガルからの影響を受け、16世紀末頃筑後の三池地方で作り始められたと言われています。三池かるた歴史資料館は1991年の開館以来、カルタを生み出した周辺の文化、トランプやタロットなどについて1万点を超える国内外の多種多様な品々を収集しています。日本に現存する一番古いカルタというのがありまして、そちらのカルタの裏に三池重沢族という名前がありまして、それをもとに大牟田、当時は三池とこちらの地を呼んでおりましたけれども、三池が日本のカルタの発祥の地ということでこちらの制度が作られております。カルタをはじめ、さまざまなカードに子どもたちは興味津々、デザインもさまざまで大人も楽しめるスポットですよ。大牟田といえばやっぱり粉物文化、たくさんのお好み焼き屋さんがある地域なんですよ。タコが美味しい。次に一行が向かったのは石炭産業科学館です。近代の日本の発展をエネルギー面から支えた石炭、大牟田市はかつて我が国最大の炭鉱の町として栄えていたのです。この石炭産業科学館は日本最大の炭鉱だった三池炭鉱の歴史と技術を紹介しています。特に、皆さんにご覧いただきたいのは地下400メートルの坑内を再現しましたダイナミックトンネル、ここで、かつて使われていた炭鉱の機械動く様をご覧いただければと思います。家族連れの皆さんにはエネルギー体験コーナーがあります。ここでいろんなエネルギーを体験していただければと思います。どうぞ石炭産業科学館、皆さんお越しください。すみません、高野さん、はい、大牟田の、おすすめのお土産ってありますか？そうですね、せっかく石炭館に来ていただいたので、石炭にちなんだお土産を、いくつかあるんですけれども、クロコロみかんがおすすめですね。クロコロみかん、じゃあ行ってみます。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、噂のクロコロみかん、どんなお菓子なんですかね。はい、こんにちは。こんにちは。クロコロみかんください。はい、どこにあるかわかるかな。あ、これ、はい、こちらになりますね。クロコロみかんですね。黒い大福の中に丸ごとみかんが入ってるんですね。おいしそう。いただきます。みかんがおいしい。甘さがぎゅっとなんか濃縮されてておいしいね。黒というのは大牟田はもともと三炭地炭素ということで、まあ色のイメージで黒いお餅にいたしました。面白い味ですので、ご賞味くださいませ。皆さん、九州新幹線を使った大牟田の日帰り旅行をとっても楽しんだみたいですね。今日の感想は、石炭の歴史が楽しかったらまた来たいです。感想は、まるまる1個のみかんがとても美味しかったです。
さんはどうですか。あんな大きなお好み焼きを一度にひっくり返するなんてびっくりしました。美味しかったです。いろんなカルタが見れてとっても楽しかったです。皆さんも九州新幹線に乗って大牟田に遊びに来てくださいね。皆さんも九州新幹線を使った家族旅行に出発してみてくださいね。バイバイ。